彼が勝ちたいという願望の前に、アメリカのファンはまた、エンジェルスの鈍さについて、彼の才能を無駄にしないでください、と厳しいコメントをしました。大谷が去ったら去る、よく言った、翔平、ドジャースに来て、他のチーム GM がこの発言に注目する。大谷の発言については、ロサンゼルスタイムズにも、天使たちに警告された。 大谷翔平が勝ちたいと明かしたという記事が掲載され、メディアも興味を持っている。大谷は2年後にフリーランスのエージェントになるだろうが、あるアメリカ人ファンは最近の投稿で、アナハイムで彼の才能を無駄にしないでくださいと言った。酒のようになってはいけません。大谷は投手で10回出場。しかし、 サポートは1ポイントに過ぎず、ベイブ・ルースが2桁の勝利を収め、2桁のホームを獲得して以来、103年ぶりです。グループを去った後の第8ラウンドでは、チームは1号のスコアで勝ち負けを簡単に受け入れました。今シーズンのエンジェルスでは、大谷は2本の剣で動いていますが、チームは74勝82敗で負けています。試合後、大谷は記者会見で勝利のメッセージを残したと言われている。 フランスの放送局は、そこでの視聴者の反応を見たい、と語った。それはすごかった。地元のアメリカの新聞、ロサンゼルスタイムズの記者であるビルシャイキン氏は、彼のツイッターアカウントで大谷氏のコメントを共有し、大谷氏の契約の延長についてはまだ話し合っていない、と述べた。ヒットはバットへのヒットの3分の1であり、45ランホームは変更されませんでした。 46人はまだプロの1人であるゲレロ、ブルージェイズ、とペレス、ロイヤルズ、の後ろにいます。大谷は勇敢なポーズをとり、刀を上げてピッチを7回終え、地元の観客から拍手喝采を受けながらベンチまで歩いた。試合後、中継局 BSS とのコメンテーターのモタは、完全に個人的なことですが、可能であれば、マドンに第8ラウンドで大谷をもう一度投げてもらいたいです。 すでに5つか6つのボールを投げてください。ドロップダウンしてください。チームの地方紙であるオレンジカウンティレジスターの記者であるフレッチャーは次のように述べています。私が彼に去るように言ったとき、私はベンチに戻るまでスタンディングオベーションを得たと彼は同じ口調でツイートした。大谷との試合を交わす相手チームへの不満がネットで燃え上がったが、ドリブルの原因もエンゼルス側にあることが指摘された。 すべてのメジャーリーグという S リーグテーブルのトップを追ってきたエンジェルスの大谷翔平。コンマ2021年9月21日、現地時間のアストロズゲームで45番がリリースされて以来、彼は13回のウォークを達成し、4回のゲームでウォークを行い、ホームランを打つことができませんでした。大谷は9月22日から25日までの4試合で13回のウォーキングを行った。 本塁打を待っていたツイッターの野球ファンからは、リーグトップの46番に不満の声が上がった。アストロズはこの地域での勝利に向けて順調に進んでおり、マリナーズは20年ぶりのプレーオフを目指して戦っています。一方、エンジェルスはノックアウトラウンドから姿を消した。22日のアストロズ戦では、2歩を含む4歩。 彼は23日にアストロズに対して3回24日にマリナーズに対して4回連続で2回のウォークを含めてウォークを受けましたこの時点で彼は3試合で11歩を獲得しましたこれは大規模な引き分けの記録ですマリナーズのゲーム25でチームが大きく勝った時彼は2つのトリプルをヒットしましたが2つのステップを踏みました彼は4試合で13歩を記録しましたが この間本塁打を打つことができませんでした試合が行われたエンゼルスタジアムでは大谷が歩いているとブーイングが起こった毎日の散歩でこれらのシーンはますます人気が高まっています大谷のタイトル争いを見るとファンは相手のベンチでの頼りになるパフォーマンスにフラストレーションを隠せないようだしかし大谷がネットに出たのはエンゼルス側だったとの指摘があった それがジョー・マドン監督の打順です。大谷がドリブル13回の4試合で、右ウィンガーのフィリップ・ゴセリンが大谷に先発出場。ゴセリンはこれまでに99ゲームをプレイしました。規定の打率にはまだ達していないが、打率20%、6分、5分、以下、26日の試合終了時は大谷20、20%、5分、8分、よりも高い。コンマ 大谷翔平の打順は、ゴセリンはバックヒッターなので避けられる、ゴセリンを左右の意識に入れているので出場できない、などと表示されている。今シーズンホームで無敗の大谷は、引き分けに追いついたものの、スタンディングオベーションでファンを迎えた。サルバドール・ペレス、ロイヤルズ、の後ろには、16本塁打とオップス、75 2、2アンドリューベ・ニンテンディがいます。どちらもゴセリンよりも打率が良い。 ナショナル・リーグの打点で19年間優勝したアンソニー・レンドンのような打者が怪我のために去ったと、ある声は、大谷の後ろの打者がマスヤ・レンドンなら、そうではないだろう、と嘆いた。リクエスト ?4 試合で13歩を記録した大谷は、26日にマリナーズとの試合を10勝で開始した。7回に112球、一覧、10ストライクだったが、不運にもヒットラインからアシストして勝てなかった。 星、6回まで4安打のランはなかった。2回からバッテリーを組み上げた鈴木が、勝ったサワン・ゴンザレスから左足に投げられた、トラトラ、のポイントを守った。マリナーズ、ちなみに、ブラディミール・ゲレロジュニアの足跡をたどっています。ブルージェイズ、現在、大谷とホームトラックの王冠を目指して戦っている。 4試合すべてで26本塁打とオップス、800のボービシェット、打者として、彼は2番目の投手として参加し、バットで3つのヒットのうちの1つを作りました。歩いたり、家に帰ったりすることはありません。大谷を追いかけたゴセリンは、ボールを4回ヒットし、ミスして1回ヒットした。大谷はマウンドで感情を表したが、無表情でボールを送り出し、2人の死後、 その日の最速の試合である159キロメートルの 4A でバリアを打ち、頭を打ち出した、アッシャーと叫んだコンマ。また、27本塁打、オップス、8-3-0スマッシャーのジャレッド・ウォルシュが大谷の後ろにいるはずで、マイク・トラウトは6シーズンで30本以上の本塁打を記録しています。 スタメンは10月3日、日本4回目のマリナーズ戦のシーズン最後の試合になるかもしれないが、大谷がスタートするかどうかについての意見はまだメディアによって分かれている。とても良いボールでパワフルなスローを完了しました。彼はいつでも好きな時にショットを打つことができるプレイヤーになりましたコンマ。今回も首位のフレイリーがネットの後ろを叩き、急打ち目を放ち、パワーも所持も変わらなかった。 ルーキーの7番目の打者、カーニックとの1 1からの3番目のボール。スライダーが優しく浮きます。それは損失です。カーニックのヒットボールは、静かなエンゼル・スタジアムのライトスタンドに姿を消しました。レガレスはバックグラウンドでエンジェルスの死から歩くことを選んだが、レンゴーとフレッチャーは倒れ、小切手に続いて3度目の挑戦となった大谷の2桁の勝利は再び委託された。 大谷は最初のスタートで最初の打者、クロフォードによって10打を打たれた。結局、スプリッターが明るみに出て急にクランプされたが、死者の中からシーガーは四方158キロメートル、4番ハニガーがスライダーを叩いて連勝。不安定な仕切りとして評価された場合、スライダーはカウント玉に使用でき、仕切りはカットをクレーン玉に転送するときにも調整されます。私は2回、3回、 4回回続続けけて3回後退し続けましまた彼は5、6回連続で自転を獲得しましたが、そこからギアを上げ、意欲的なマリナーズがワイルドカードの試合で家を打ち負かすことはできませんでした。MLB の公式サイトには、大谷がホームチームの最終スタメンで10位を破ったという見出しがあり、プロモーションテキストには、シーズン10勝目は得られないが、半分のパフォーマンスが消えた。見せた、と書かれている。 MVP の呼びかけは観客のファンから高まっていましたが彼はシーズン中に150ゴールをマークし2試合連続で10ゴール以上を達成した彼のキャリアの最初の人物でした記事はジョー・マドンによって監督されました彼は非常によく投げます彼は安定した絶対的な切り札のように投げますチャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュース このチャンネルでは日本で起きた様々な出来事、ニュース、コンマ。動画の内容が良かったと思っていただいた方は、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンを押してください、コンマ。グッド評価や、コメントをいただけたら、本当に嬉しいです、コンマ。よろしくお願いいたします。